今回はですね、年末年始実家に帰ってきてて年越しを、過ごすのかっていうのを、撮っていきたいなと思います。お父さんもいます。美味しいです。美味しい美味しい。ブリがブリブリ美味しい。全然思んないねんけど。今回はですね、年末年始実家に帰ってきてて、結構、時間があるのでどんな年末年始を、年末年始を、年越しを、過ごすのかっていうのを、撮っていきたいなと思いますし、あと皆さん、大好きな弟辰成くんも、今日帰ってくるので、また面白い掛け合いが見れるんじゃないかなと思っております。はい、ゆるく撮っていきますね、今回は。魚美味しい。美味しそう。今日雪降ってるよね。雪降ってる。ね。今日はすごい雪、なんていうの、大変になる、なるっていう感じ。大雪。大雪。あ、こう何年に一度の大雪。あ、そうなの、こんなすごいんや。そうなの、らしい。出た、知らんけど。知らんけど。関西人特有の。関西人のやつ。こっちでも特集したの。知らんけど特集。知らんけど特集とかあんの。あの、なんていうの、あの、何やったっけな、火曜日のチャチャ入れマンデーとか。ああ、知らんけどっていうのはそういうこと言うよなみたいな、関西人はみたいな、で関東の人にとったら、めっちゃなんか無責任みたいな。ああ、まあまあ、ごちそうさまでした。はい、じゃあそうね、トレーニングやりますか。はい、今から、ランニングトレーニングを、今日はね、ウエイトトレーニングはなしでランニングだけでやります。ちょっとね、京都で あんまりトレーニングする場所がなくて困ってるんですけど、もし YouTube 見られてる京都の方、関西の方、いいグラウンドがあったら教えてください。コメント欄でお願いします。今日はね、梅小路公園っていうところで、やります。いいやん、もう貸し切りやん。うん、ほんまや、すごい、誰もいません。見た目にはすごく良さそうに見えます。果たしていいのか。ね、よし、じゃあやりますか。はい、結構いいかも。うん、ほんま、あ、よかったよかった。はい、はい、意識するポイントも、自分の中で意識できてて、いいランニングができたんじゃないかなと思います。これで一応2020年はトレーニング納めかな。はい、寒いんで帰ろうか。じゃあ昼ご飯かな。じゃあ帰りましょう。はい、はい、ありがとうございます。では昼ご飯いただきます。ちょっとだけ、ちょっと、ちょっとはないね。これ何、ブリやったっけ。ブリの釜。ブリの釜です。これそうめん。
うどん？うどん。五島うどん。五島うどん。五島レッド。美味しいです。ここ何すんの、お父さん。さあ、お考えで今日。ゆっくり。ゆっくり。ご飯の打ちっぱなしみたいな感じ。行ってきたらいいよ。ゴルフ打ちっぱなし。何を思って。ラスト打ちっぱなし。今年でだいぶ上達したんじゃない？うん、ゴルフ。上達した。お帰り。何で帰ってきた？電車で帰ってきた、ね、お疲れさんです。じゃあちょっとこの、ね、大晦日から、まあ、新年明けましておめでとうございますのところら辺まで、まあ、Vlog でいろいろ撮っていきたいなと思ってこう朝から撮ってんねんけど、また達成もちょっと登場してね、はあ、やっぱね達成さん出ると再生数伸びるんですよ。おお、まだなんか企画もちょっとしたいね今回。はい、はい、お願いしますね、はい、さあ今日の夕食はブリしゃぶです。もうブリないんですけど、あっちゃんどうですか？美味しいです。美味しいですか？はい、お父さんもいます。美味しいです。美味しい美味しい。ブリがブリブリ美味しい。全然思んないねんけどあのいきなり振られたし、いや江頭2時50分みたいな格好して大晦日を迎えてますけど、ゴルフ行った帰りなんで。ああ、打ちっぱなし？打ちっぱなし。ああ、よかったですね。最後の食事はブリシャブです。ちょっとブリシャブ食べるわ。ブリシャブ、うん、美味しい。甘いね、このブリ、マジで。なんかあれだよね、カボスを食べて育ったブリだよね、これ。めっちゃ美味しい。四角ない？これ、こんなもん。達也くん、この1年どうでしたか？まあ、どうでしたか。まあ、普通ですね。普通ですか。多くは語らずっていうスタイルですか？はい、そういう感じですね。はい、ちょっと YouTube にもいろいろ出ていただいてありがとうございます。まだちょっと年明けね、あ、まだ報酬が全然こちらの方に入ってきてないんで。いや、まだそんな渡せるほどもないのでね、はい、とりあえず頑張ってやっていきたいと思いますんで、年明けちょっと企画しましょう。なんか兄弟企画。またですか？うわ、嬉しそうや。まあ、こんな感じで、家族団らんの大晦日という形になっております。後でお蕎麦も食べるみたいなので、お蕎麦も移したいと思います。では、そして、年越し蕎麦できました。いただきます。しかし、この蕎麦どこの蕎麦美味しいな。え、うん、美味しいでございます。美味しい。恒例の松尾大社で、いつもこうご祈祷してもらうんですけど、来たんですけど、まさかの、僕たち人と家族だけのご祈祷になりそうという奇跡が起こっている。あと、
3分で年が明けますので、このままやりましょう。はい、これが藤崎の初詣です。コロナ対策バッチリ。真っ暗で全然見えておりません。まあまあいいでしょう。15秒です。映ってる。綺麗に。2020年、ありがとうございました。2021年、頑張ります。ありがとうございます。今年も、よろしくお願いします。では、ご祈祷させてもらいます。1月1日の朝、9時でございます。辰谷さん、おはようございます。今日はですね、朝ごはんは、おばあちゃんの家で、お雑煮を、食べるので、おばあちゃんの家に行きました。もう、はい、お箸も、こういう形で用意してあって、あとはおせち、おせち料理も用意してあります。辰徳さん、はい、改めまして明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ちょっと昨日抱負聞き逃したんですけど、抱負だけよろしいですか。抱負ですか。はい、朝っぱらからの抱負ですか。朝っぱらからの抱負で、まあ、そうですね。まあ、あんまりしたことはないですけど、まあ、自分なりに精一杯頑張るつもりです。はい、昨日夜寝ようとした時に、うん、お兄様に顔に向けてのおならが放火でちょっと夜入っちゃったんで。正月一発目ね。一発目入っちゃったんで。入ってないやろ。なんで兄貴って、まあ、そのなんていうかね、そのすごいテレビとかで注目されてすごい人だなって思うかもしれないですけど、まあ、弟からすればそういう風にちょっかいかけてくるまたのだるい兄貴です。はいはいはい、これ YouTube で使ってください、これ。はいはい、今12時45分なんですけど、やっと今ずっと東福岡の、応援をしてましたね。ギリギリやったね。危なかった、危なかった。最後の最後まで5点差で負けてて、ラスト1分か2分ぐらいでトライを取って、なんとか2点差で勝利しましたね。すごかったですね。なんか1月1日からヒヤヒヤですね。はい、まあ、でもこうやって母校が勝ってくれるのは嬉しいよね。嬉しい ね。はい、ちなみに、明日は、帝京大学と早稲田大学で、大学選手権の準決勝で対決するので、今から立つなりと僕は多分喋りません。バチ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 やな、バチバチやな。じゃあ、まあ今からちょっと軽く走りに行くか。はい、自分チャリでついていくだけなんですか、ね。あ、じゃあそれで行きましょう。カメラ持ってお願いできますか。はい、任せてください。いいっすね。はい、1日にもかかわらずトレーニングです。あんまり関係ないです、スポーツ選手には。正月とか左見てもらえれば弟もいます。見学です。え、遅くない？ちょっと。はあ、いいね。面白かった。面白かったね。はい、お疲れでした。いいフィットネスになりました。はい。弟の力も借りて
楽しかったです、久しぶりに。ありがとうございました。ボトボトです。めちゃめちゃやけど、ボチボチになりました。これっていうのが、あの自分の頑張りじゃなくて、もうすごいやらされてるっていう、やらされてるっていうんですかね。まあそうですね、やらなかったら家でちょっとボコられるんで、まあ、これぐらい頑張っちゃいました。はい、ありがとうございました。1月1日が、もうそろそろ終わろうとしています。まあ31日から、1日まで、年越しを、まあ、Vlog という形で、まあ、カメラに収めたんですけど、まあまあ、充実した年越しができたんじゃないかなと思います。まあ高校から、親元を離れて、家族との時間がなかなかなかった、僕なんですけど、まあ久しぶりにこうやって家族と、まあ過ごす時間ができてすごく良かったですし、まあ、東京五輪に向けていいチャージができたんじゃないかなと思いますし、これからまた頑張っていきたいなと思います。まあ弟が、結構可愛いところが映ってるんじゃないかなと思うので、見ていただけたら、楽しかったんじゃないかなと思います。ということで、まあ、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。ではさよなら。